裏窓は1954年のアメリカ合衆国のサスペンス映画。監督はアルフレッド・ヒッチコック、出演はジェームズ・スチュアートとグレース・ケリーなど。コーネル・ウールリッチによる同名の短編小説を原作とし、事故で車椅子生活を送る男がアパートの部屋の裏窓から目撃した事件の顛末を描いている。現在、パブリックドメインとなっている。 AFI が選出したアメリカ映画ベスト100では42位にランクインした。カメラマンのジェフは事故で足を骨折し、車椅子生活を余儀なくされている。そんな彼にできる楽しみは、カメラの望遠レンズを使って中庭の向こうに見えるアパートの住人たちの人間模様を観察することであった。ある日、いつも口喧嘩が絶えなかった中年男の妻が突如として姿を消す。 男の怪しい挙動を観察していたジェフは殺人事件と確信するが、友人のドイル刑事には取り合ってもらえず、恋人のリザ、通いの看護師のステラと共に調査に当たる。外出することのできないジェフに代わってリザが証拠を探ろうと動くが、彼女は無謀にも男の部屋に侵入し、それが元で男はジェフが自分の犯行を知っていることを悟ってしまう。 ジェフを殺そうと男が部屋にやってくるが住んでのところで逮捕され、ジェフトリザには平和な日々が戻ってきたのだった。ロッテントマトズによれば、批評家の一致した見解は、ヒッチコックはこの傑作でサスペンスの才能を存分に発揮した。であり、76件の評論の内高評価は99%に当たる75件で、平均点は10点満点中9.2点となっている。 メタクレティックによれば、18件の評論のすべてが、高評価で、平均点は100点満点となっている。喝采、ダイヤル M を回せ、の演技と合わせての受賞。ジェームズ・スチュアート、グレース・ケリー、ウラマドは、1998年に放送された、アメリカ合衆国のテレビ映画、コーネル・ウール・リッチの短編小説を原作とした1954年のアメリカ映画、 ウラマドのリメイク作品である。1995年の落馬事故によって半身不随となったクリストファー・リーヴの俳優復帰作である。アルフレッド・ヒッチコック監督の映画、ウラマドの主人公が足を骨折したカメラマンであるのに、対し、リーヴ演じる本作の主人公は事故によって死守麻痺となった建築家と設定されている。主人公がリハビリテーションに取り組む場面は、 リーブの実体験に基づいている。撮影はニューヨーク州ホワイトプレインズのバークリハビリテーションセンターやニューヨーク州ヨンカーズにあるオーチスエレベータカンパニー社の倉庫などで行われた。エンターテインメントウィークリーのケンタッカーはジェイソンの酸素供給チューブが切断される場面ではリーブが実人生で悲劇に見舞われているという背景によって真の恐怖がもたらされた。 リーブの演技は看板でぎこちないとはいえ、本作の問題点はリーブの演技にあるのではない。エリック・オーバーマイヤーとラリー・グロスが台本を担当するテレビドラマにはしばしば混乱させられる。本作の制作人はオリジナル版でセルマリッターが演じたような勢力的で癖のある脇役を用意すべきだったろうと批評した。2015年10月22日から。 アメリカコネチカット州のハートフォードステージにて舞台化作品が上演された。キース・レディンが脚色を担当。主演のケビン・ベーコンはスチュワートの演じた役を務める。相手役はメリンダ・ページ・ハミルトンが務める。役名はグロリアに変更され、映画版でグレース・ケリーが演じたリザ役にあたる。ありがとうございます。